ダシマドガちゃん。ダシマ？動画。じゃあネコです。ゆうきです。どう？今日はね、まあ僕たちは古賀っていうところに住んでるんですよ、茨城県の古賀ね。で最近ここの古賀っていうところはね、スーパー戦隊、仮面ライダーの撮影をよくやっているんですよ。風強い。風強い。で4月3日、今日4月3日。あの今日のジオジャーで実はねまたね出てたんですよ、公開が。そんなわけでねちょっと行ってみたいと思う。はい、レッツゴー。レッツゴー。階段登る。そう、この上だ、この上。はいはい、これこうやって戦ってたんでしょ。そうそうそう、はいはい、あーそうそうそう、あー風強い、風強いな。はい、ここそうここでございます。ストップ。そう、ここら辺だと思われます。でね、よく見るとね、チラチラあのウォータースライダー、このウォータースライダーがねチラチラ映るんですよ。でね、屋根もよくね映りますよ。よく映っております。おそらくこの辺でねこう戦ってたんだと思うんですけど。ライオンとかね。ああ。ライオン。ライオンとか。ねどこだっけかな。あとね。あのね、ジオジャーじゃなくて前のニンニンジャー。第1話で変身した場所なんだよ。どこだっけかな。どこだっけかな。なんか下だったんだよ。で、あと仮面ライダードライブの映画の冒頭のシーン、この道を走っていました。この道ね。そうそう、しんのすけとキリコが車の中でこう喋ってるシーンの外がここ映ってましたね。そう、ブンブンブンって。ドライブは結構ここ使ってたと思いますよ。結構ここ、この建物ね、映り込んでるってことが多かったと思います。かっこいいかーって言ってたもんね。多分ね、ここら辺こんな感じで、であっちに敵がいたと思います。ちょっと後ろあの建物です。ほら、こんな感じ。このショットはここでございます。変身シーン、ここね、ここで変身しておりましたね。はい、そんなわけで今日はですね、ちょっと風が強くて申し訳ないんですけれども、ジオジャーの戦ってたロケ地をね、ちょっと来てみました。本当にジオジャーだけではなくてですね、仮面ライダーとかね、うん、そう、いろんなスーパー戦隊、仮面ライダーでこの場所使われております。はい、こんな近くで撮影してるのはね、ちょっとね、誇りに思うよね。マジか、来てたのかってちょっと興奮しました。はい、そんな感じで、まあ、今日はジオジャーのロケ地巡りでした。はい、バイバイ。